はい、今ご案内いただきました株式会社 RCT ジャパンの持田喜一郎と申します。これからですね、1時間半、最近の機能性表示食品の動向と、あとガイドラインが、今年の頭、実は7月1日も変わっているんですけども、その情報をですね、お伝えしたいというふうに思っております。でまずですね、 RCT ジャパン、私の会社どういうことをやっているかというご案内なんですけども、基本的には薬事法、それから機能性表示食品、そして最近は医療系のですね、コンサルということをさせていただいております。で主なですね、コンサルをさせていただいた、あるいは今もいただいているお客様のロゴというのをこういうふうに貼ってありますが、機能性表示食品が2015年始まったことによって、比較的ですね、原料メーカーさんとの取引というのが非常に増えております。あと最近ではですね、機能性表示食品とか、今日はあまりその処方的な話はもはやしないでですね、かなり機能性表示食品はすでに分かっているという方向けの話をするんですけども、処方向けのですね、セミナーをやってほしいということで、理化学研究所理研さんからですね、依頼されて2018年、それから2019年ということで、講座の機能性表示食品の講座の講師もしております。大体ご覧になると、健康食品のメーカーさんですと、こういう原料メーカーさん、例えば金華さんですと還元型コエンザイム Q10 扱ってんのねとかですね、塩阿部さんだと胃腸場扱ってんのねとか、ライコデッドだとトマトのリコピンねと、詳しい方はお分かりだと思いますけども、そういった原料メーカーさんの機能性表示食品のシステマチックレビューを作って、届け出のお手伝いをするという形が多いです。あとは、その届け出をしていて最終製品ができる段階で、2020年にオリンピックがありますので、ドーピング検査、そういったものをですね、したいよというお話もありまして、この BSCG というですね、アメリカの検査機関と組みまして、ドーピング検査の代行というのもしております。ただしですね、 BSCG というこのマークを商品に認定する、あるいはその商品のクオリファイをするわけではなくて、選手がですね、輸入している健康食品、化粧品とかというものを個別に調べて問題がないかどうかというのをお手伝いするというですね、アスリート向けの個別サービスというのをしています。ですから、製品自体の認証をしたいよというお客様に関しては、もう直接 BSCG さんを紹介して、そこと直接やってくださいという形をとっております。というのもですね、ご存知のようにドーピングの検査に関してはですね、日本で今ガイドラインを作っている最中なんですけども、工場のですね、GMP コンタミネーション防止ということもですね、項目に入っていてですね、実際に工場の査察ということもあってですね、なかなか大変なので、ちょっとそこは弊社受けきれないので、選手のサポートはしますけども、商品自体の認証というのは直接やってくださいというお話をしております。で、そんな中で出てきた話としてですね、2018年に、今日この本題ではないんですけども、今後トピックスとしてかなりホットになるので軽くお話しておくとですね、WADA アンチドーピングの世界機構がですね、CBD という成分を OK にしましたと。で CBD というのはカンナビジオールっていうんですけども、 CBD って何ですかっていうとですね、大麻由来のですね、成分で医療効果が高い。ちなみにハイになる、いわゆるその気持ちよくなっちゃう成分は THC という、テトラヒドカンナビノールという THC という成分があるんですけども、それは禁止なんですけども、 CBD という成分が WADA が OK したということでですね、その CBD と THC というものの、分析というものも
まあ、このアンチドーピングの派生から出てきて、であとはこういう日本、カンナビノイド臨床研究会というところの、学会にも所属してるんですけども、そういう大麻系の成分の医療効果というものを今調査している段階です。なかなか機能性表示食品にじゃあ CBD ができますかっていうと非常にハードルがあるのでそう簡単にはいかないんですけども、将来的にはそういうこともあるかなというふうに思っております。では本題に入りまして、機能性表示食品、ご存知のように機能性表示食品ですね、今2000商品突破しまして非常に目につくようになってきたんですね。まあ、そういったこともあって市場は非常に伸びていますと。これは日本農業新聞が発表したニュースですけども 24% 増ということで、特保は 1.8% 減ということで機能性表示食品伸びてますよということが書かれていますので、まあ、この勢いは今後とも伸びるかなというふうに思われます。また後でもお話ししますし、今日の後半の先生のお話でも出てきますけども、今後のですね、機能性表示食品の主な戦場というかですね、マーケットのこの生鮮食品に移行していくというふうに思っております。今後は生鮮食品の機能性表示食品というのがかなり出てくるというふうに予想しております。で、RCT ジャパンですね、2015年の機能性表示食品のスタートの前からですね、なんだかんだ5年ぐらい、機能性表示食品周りのお手伝いとかですね、やってるんですけども、まあ、今までどれくらいやってるのかなってちゃんと見てなかったので、今にある届け出とかをですね、わーっと見てですね、まあ、チェックしてみたら、だいたい100件ぐらいお届けのお手伝いをしてるなということが分かりました。まあ、ある D 社さんという会社さんは、扱っている全商品で機能性表示食品になっているものは全部お手伝いしてますし、あと胃腸場関連に関してはあのシステマチックレビューを弊社が作った関係で、まあ、それを使って届け出をするという時にまたアドバイスしたりとかということでですね、まあ、弊社ベースになっている SR が27件と。これどうしてその分かるのかというとですね、ちょっとあの細工がしてあって SR を見ればですね、うちが作った SR かどうか分かるようにちょっと作ってるもんですから、そういうのをカウントできるようになってます。あと GABA 関連ですね、これは9件、それから DHA 記憶系で6件、あと EPA-DHA の中性脂肪系で4件、ルテインこれ目ですね、3件、アントシアニン2件、あとサラシア関連2件で、糖類糖質系で1件、それから軟滴で1件という形で、お手伝いさせていただいたものがあったと。で、 SR に関してはどういったものを作ったかっていうとですね、もう30件ぐらい作ってまして、胃腸場に関しては、まあ、記憶力判断力脳血流といった SR ですね、あと DHA、これも記憶力判断力脳血流、 EPA-DHA は中性脂肪、 GABA はですね、非常に多くの機能がありまして、ストレス血圧抑制睡眠あと活気活力といったものがあります。あとルテインは、目のコントラスト感度改善とですね、黄斑色素量を増やすことで目のコントラスト感度を改善するというもの、それから、先日ですね、まあ、受理されましたけども、ルテインのこの記憶力というのが新しい訴求軸として出てきてます。まあ、なかなかですね、原料メーカーさん、自社で新しい SR を作ったりということがしないものですから、独自に調べてですね、ルテインに関してはなかなかいい記憶力関連の論文があったので、まあ、それで SR を作っているという形になります。あとアントシアニン、アントシアニンは目のピント調節機能ですね。あと大豆イソフラボン、骨の健康、これは後で生鮮にも関わりますけども、もやしとかですね、
そういったものも、この大豆類ソフラボンということでシステマチックレビューをしています。それからサラシア関連、食後血糖値の上昇抑制、サラシア関連というですね、ちょっとぼやんとした書き方してますけど、サラシアというのは成分が2つあって、サラシノールっていうのとコタラノールって2つあるんですけども、ちょっとそれぞれの成分ごとでですね、なんていうんですかね、こう仲がちょっと悪いのでどっちとあんまり言えないみたいなところがあるんですけども、そういったサラシアを作ってると。あとレスベラトロールですね、これは長寿遺伝子とか、美容成分ということで非常にもてはやされてますけど、まだ受理されていないですけども、システマチックレビューに関しては記憶力、脳血流というものを作って原料メーカーさんの方にはもう納品しているという状態です。あと還元型コエンザイム Q10 に関しては、疲労感の軽減というのと、あとはその唾液量の増加ということでですね、最近オーラルフレイルっていう言葉が出てきてるんですけども、高年齢の方の、食事をしっかりとって嚥下すると、そういったことをサポートしましょうということで、そのコエンザイム Q10 臨床試験、ちょっと前に行われて、その結果の論文が出たので、その SR というのをまた作りましたと。あとリコピンですね、これは血圧、というのと、あとですね、肌の日焼け抑制というのがあって、肌の日焼け抑制はちょっと消費者庁がまだ受理されないというジャンルなので、なかなかうまくいかないというところがあります。あとアントロキノノール、これ多分ご存知ないと思いますけども、台湾のベニクスノキタケというですね、台湾だけに自生するキノコですね、霊視とか、ちょっとサルスベリみたいな感じのキノコなんですけども、そこから取れる、成分で、今アメリカの FDA では、抗がん剤の、臨床試験もやってるんですけども、そういったもののLDLC 抑制とか、あと肝機能に非常に効くということで、アルコール代謝というものの SR を作っております。あとポリデキストロース、これ食物繊維系ですけども、便通改善、腸内細菌層を血糖値と、それから小麦ふすまですね、便通改善、腸内細菌層改善と、あとイミダゾールジペプチドというのがありまして、アンセリンとかですね、カルノシンといった成分なんですけども、疲労感、記憶力、こういったものの、SR、 そして一応作ってはいるんですけど、ちょっと届けで無理だなと思ってやってないんですけど、大麻の CBD に関して睡眠とか不安感の軽減とか、あと肌の潤いっていうのもあるんですけども、そういったことの SR をぼちぼちやってると。こういったものを具体的にやっていく中で、実際に届け出を全てしているわけじゃないですけど、実際に届け出をですね、消費者庁にするといろいろと不備指摘を受けるので、消費者庁の考え方というのが非常に分かってくるということになります。あと臨床試験に関しては、臨床試験のコーディネートというのもやっておりまして、先ほど申し上げた台湾のベニクスノキタケ由来のアントロキノノールというのの臨床試験というのをやって、これで機能性表示食品の届け出というのをやっております。多分近々これはもう受理されてくると思います。それからですね、ビフィズス菌ですね、非常にオーソドックスな便通改善とか腸内細菌層の改善といったものの、届け出というのもやってます。あとちょっとこれはですね、機能性表示食品じゃなくて、通常の医療系の話なんですけども、先日週刊新潮にですね、水素ガスの吸引で末期がんが治ったみたいなこう記事が出てたんですけども、までの臨床試験のお手伝いっていうのも実はやってまして、九州のですね、病院で末期がんの患者さんに通常のオプジーボとかヤーボイとかっていう免疫療法の薬をあてがいつつ、水素ガスを吸わせる群と吸わせない群ってやってみると、水素ガス吸わせた群は非常にその予後がいいという結果が出てます。
あとは認知機能の改善というのも論文が出ていると。あとストレスの改善ですね。このストレスの改善はですね、水素ガスは本当てきめに出るので、あのストレスチェッカーみたいなですね、こう機械があるんですけど、その機械で測ってものすごくストレスが高い人とかが水素ガスをですね、もう本当5回ぐらい吸って測るとポーンとかってストレスが軽減されるので、やっぱ効くんだなということを見てます。あと還元型コエンザイム Q10 とかに関しては、あの今働き方改革でも結構話題になってますけど、女性の PMS 月経前症候群の改善ということで臨床試験というのも今まさにオンゴーイングでやってます。それからオレンジ CBD に関して、これオレンジ CBD って何かっていうとですね、あの大麻由来の CBD っていうのが今メインなんですけども、ただ日本はですね、大麻取締法とかですね、あの麻香法っていってですね、麻薬向精神剤取締法っていうのがあって、その大麻でもですね、種と茎っていう部位は OK なんだけど、葉っぱと花はダメよとかですね、あと麻香法ではその成分の中の THC ってはダメよとかですね、あのその2つの法律で縛られてなかなか、難儀なんですね。まあ、そういった中でオレンジを合成して CBD を作るって新しい技術がアメリカで生まれたので、まあ、それを使って実際に通常の CBD と同じような効果があるかなというのを調べましょうということで、不眠症とかリウマチとかうつとか、そういった人の、臨床をお医者さんと組んでやってますと。あとはですね、これ犬とかにですね、なんか最近アトピーが多いらしいんですけども、犬のアトピーとかにですね、非常に劇的に効くんですね。で、あのワンちゃんとか猫ちゃんっていうのはあのプラセボ効果ないので、言われたままのペットフード食べてでどうってやってると非常にきれいに治るという事例が出ているので、じゃあ実際にそうなるかどうかっていうのを、オレンジ CBD でもやってみましょうということで今、粛々とやっています。さて、まあ、そういったようなことをやっている、弊社なんですけども、まあ、機能性表示食品、まあ、5年経ちましてどんなかなと、全体の概況なんですけども、私の感覚としては、まあ、既存成分、まあ、よくある成分でのシステマチックレビューはまあ大体出尽くしたかなと